32日目の木曜日。会話イベントはね、今大量にプレイできるものあるんですけど、ただ星イベントどうなんだろうな。前日結局発生したのかどうか確認できないまま終わったんで、まずは確認していきましょう。もしかしたら今日プレイすることができたりするのかもしれない。まずは朝。現在プレイできるイベントがね、会話イベントとかもめちゃくちゃあんのよね。なんか変なマーク表示されてるよ。あれ数字で表示されるはずなんだけどね。エラーを起こしてないか、あまりにも多すぎて。あ、ここが星イベントで、これに関しては翌週やな。来週6週目の月曜日から金曜日の間でできるイベントになるらしい。今週に関してはもうここはプレイできないので。まあしゃあないね。他にプレイできるイベントで言うとこの辺にもあったりする。サイちゃんをデートに誘ってみるか。ああ、なるほどね。デートイベント今週の日曜日プレイできるんで。まあそのために誘おうかな。いい天気だな。なんでまず天気の感想だよ。週末も晴れるって言ってたし、どこか出かけようかな。でも一人じゃな。サイちゃんとどっか行ってみるか。サイちゃんをデートに誘ってみる。デートに誘うのはやめておくってなったら、もちろんそこでフラグが立たれて日曜日は何でもない日曜日になるわけなんでね。もちろんですけど、サイちゃんをデートに誘ってみます。よし、悩む前に誘ってみるか。当たり前だろ。2つの選択肢があったことも驚きだわ。教室にいるかな。もう1年の教室に行くのが当たり前になってるっていうね。他の1年生からしたらなかなか鬱陶しいよこいつは。ニヤニヤ見つからないように、なかなか難しいだろそれ。難易度高いぞ。中田じゃなくてさえちゃん。うわ、あの喜びよ。先輩、私に何かご用ですか。これね、ほんと犬みたいな感じ。すごい喜んでくれるもんね、名前を呼んだだけで。あ、それともミヤちゃんに。いやいやいや、妹に学校で用はないよ。あんただよ。ちょっと出られる。はい。この感じもいいよね。教室じゃなくて他に見つからないように廊下でやるこの感じ好きだわ。今週の日曜日って何か予定入ってたりする？え、日曜日ですか？そうですよ。特に予定はありませんけど。ありませんけど。そっか、それならその一緒に遊びにでも行かない？あ、ダメならいいんだけど。それって。デートですか？なんだ今の間は。あっち見てこっち見てって感じだったよね。デートですよね。いいんですか？あー、もうとろけちゃってるよ。本当にいいんですか？ですかっておかしくない？こっちから誘ってんのに。こっちが言うセリフだよ。もちろんいいです。いいに決まってます。最初の一言だけで十分なのね。よっぽどいいんでしょうね。2回言ったわ同じこと。嬉しい。いや、もうこっちも嬉しい。ちょちょちょ、先輩、廊下だよ。廊下、ほら、おお、周りいるじゃん人。普通にこの感触は、まずそこ、周りの人どもに気づけ。おっぱいの感触やろ今。当たってるよ。うわ、柔らかいって。あ、違う。当たってる箇所がまた純一の腰周辺というね、一番敏感なとこじゃないか。はい。いや、はいじゃなくて、みんなが見てるから。え、暴走しちゃったんだ。ごめんなさい。私、ついで抱きついちゃうのね。公園で待ち合わせでどうかな。はい。はい。はいはいしか言わない。はい。全部はい。それでは失礼します。帰ってった。いや、もうこのままね、ずっといるわけにはいかないんでね。もっと暴走することになるよ。こうしてサイちゃんと出かける約束をした。あれ、思わず誘ったけど、どこに行くとか全然考えてないや。
まあ、なんとかなるか。うん、いざとなればゲーセンだな。まあでも、サイちゃんなら喜んでくれると思うよ。純一さえいれば、みたいなこと言うでしょうね。間違いない。まあ、これで日曜日はもうデートすることが可能なので、またこの先やっていこうと思います。じゃあ、ここから会話イベントをしていって、好感度を高めていこうと思います。これは、恋愛やってみようかな。恋愛で。はい。まあ、好きのこの恋愛話なんでね。そういえば先輩。こっちから来た。噂で聞いたんですけど、先生とお付き合いしてる人がいるみたいですね。え、何それ、初めて聞いた。先生ってまさかうちの担任高橋先生。バレたら大変ですよね。怒られちゃいますよね。いや、怒られるどころの騒ぎじゃなく、クビでしょ、下手すら警察。先生がね、禁断の恋なんですね。え、なんかちょっと興奮してない？大丈夫？何？わあ。は？なんだか顔が熱くなってきちゃいました。何言ったの？一人勝手に興奮して、あ、で終わった。あ、で次ね、これさっきエッチで失敗したやつだ。どうしよう、行動で行ってみようかな。まあ、残念ながらアタックイベントはこの会話で見ることはできないわ。よし、サイちゃんの手を握ろうかな。サイちゃんいいかな、廊下で。ぎゅっ。はい。はい。私、先輩と手をつないでいるとすごく安心しちゃうんです。もう安心感覚えちゃってんだ。はい、いい感じだ。良すぎる感じだよ。このままどこにでも行けそうな感じもしてるわ。まあ、これでこの会話終了して、また次やってアタックを見ましょうかね。今日一日放課後のアタックイベントってなると、ちょっとどっかに出かけたりするんちゃうかな。変な質問かもしれないけど、運命の出会いとか信じる？絶対信じるわ、この子は。見てて。はい、信じています。ほらもう、でこの感じ、これが運命とか言うんじゃないの？はい、ロマンチックなんだよね。はい。あはは。きっとあると思います。こっち見ながらそのセリフはもうずるい。でも伝わってないよ、主人公には。そうですか。嬉しいです。嬉しいです。なんで嬉しんどんねんっていうね。まあ、伝わらへんのよね、この男にはね。これなんだろうな。次テンション高めていかないとダメだからな。多分行動じゃないかな。エッチはないよ、サイちゃんの場合。ほら、行動やわ。エッチな会話一度もできてないんじゃない、残念ながら。たまにはかっこいいとこ見せておくかな、サイちゃん。キリッ、出た。はい、効果てきめん抜群だ。今日の先輩、すごく厳しい感じです。もうこの子は純一のやることすべて肯定してくれるんだね。はい、かっこいいです。ほらほら、もうとろけちゃってる。おかしいよこれ、普通に考えて。こんな女の子って分かってんの、こいつはなぜか悩んでたっていうね。サイちゃんは僕のどこが好きなんだろうって。悩む必要ないやん、これだけ好きでいてくれるんだったらね。やっぱあの時間無駄やったよね、前回くらいまでやってたあの時間。惜しかったわ。まあ、いや、その流れでアタックイベント来たので見ていきましょう。放課後のアタックイベントなんで、デートに出かけるんじゃないでしょうかね。あの、先輩、もしよかったら一緒に帰りませんか？よかった。あの先輩、もしよかったら連れて行ってほしい場所があるんですけど。商店街にあるゲームセンターに行ってみたいんです。いいですか？はい。
先輩はどんなゲームをよくやるんですか？ちょっと何よこの選択肢、対戦格闘ゲーム、リズムゲーム、メダルゲーム、なんて言えばいいんだろうな、まあ、よくなんかやってるげに言うのはこの対戦格闘ゲーム、その後ろ男が座ってるね、あのゲームですよ。あ、まあそれリズムゲームまあ、やるってる絵者聞いたことないし、メダルゲームっていうのも聞いたことないんで、まあ本音を言うとこれだよね。でも女の子と来てそれっていうのもね、リズムゲームだったらさ、さえちゃんと一緒に踊る、ほんと踊るさえちゃんを見つめたらポヨン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 してる何か物体を見られてってなれる、そういうイベントじゃないの？これと言ってみましょう。嘘ですよ。リズムゲーム、リズムゲームってギターを弾いたり太鼓を叩いたりするやつですか？あ、いや違う、踊るやつあるでしょ、ダンスのやつ。俺それかと思ったんだけど。え、先輩すごいです。え、そうかな、まだ何もやってないのに。私も何度かやってみたことがあるんですけど、リズムがうまく取れなくて。だから上手な人ってすごいと思います。そうだよ、それだよ。そうですね。何をやりましょうか？何をやる？もちろん流れ的にはこのクイズゲーム、リズムゲームの話どこ行ったんだよ。二人で協力とかできそうだし、まあでも面白そうではあるよね。いいですね、すごく面白そう。よし、それじゃあやってみようか。はい。ちょっと待って、その衣装は見られないのはなしよ。あ、よかったよかったよかった、これは見れそうですね。この前見たばかりだったんです。はい、クリア目指して頑張りましょう。ん？え？そう、やらしてほしかったな、なんか答えたり協力したり。はぁ、残念です。でそれでいて最後は引っ掛けでしたね。失敗に終わってるっていうね。いや、わかんないわかんない、プレイヤーの疎外感を仲間に入れてくれ、そういうゲームやろこれ。よかった。かっこいいやつとかわいいやつがなんかもうイチャイチャしてる絵者を見てるだけの俺や今は。いちいちそういうこと言う。最近先輩ちょっと元気がなかったみたいだったので。あ、先輩、さっきの問題に出てきたゲームってあれじゃないですか？お？やってみませんか？それじゃあ行きましょう。いいね、尽くしてくるね。ちょっとなんかおかしいなと思ったらこの先輩の好きなものに合わせて誘ってくれるんだから最高だよ。ほんと楽しかったですね。ひたすらに感謝してる、ありがとうじゃないですか。 いえ、私も楽しかったですから。はい、あ、それではここで。ああ、もうお別れか。失礼します先輩。気をつけて。こうしてさえちゃんとゲームセンターで遊んだ。年下の子に気を使ってもらうなんて僕はまだまだダメだな。いいんだよ、時にはそうやって甘えたりね。でもここ最近はそういうことの方が多いような気がするんで、なんか立場が逆転しつつあるんだよね。これまではさえちゃんが純一に続婚、なんか今は純一がサイちゃんに続婚って感じがする。追いかけられるものから追いかけるものに変わったような気がしてるんですよね。でこのイベントっていうのは数ある、多くある一つのアタックイベントで、他にもねもちろんプレイできるものがあるんで、まあそれはまた翌日以降消化していくことになりますね。まだまだ楽しいことは残っている。キスだってまだ頬にしかしてないんだから、次は唇に、いやそれ以外の部分もしていく。